皆さんこんにちは、すじのです。本日は神奈川県にございますパサージュ中町体験さんにやってまいりました。もうついに、ね、天一も最終回ということでございます。いろんな店舗さんでやらせていただきましたが、もう本当に最後なんだなと思ってちょっとしんみりしますね。なんとかラストなんで有終の美を飾れるように頑張りたいなと思っております。前回ですね、2連敗ということで罰ゲームを行ったんですが、もう本当に嫌でしたね。もう今回は絶対3連敗は避けたいと思っております。それでは行きます、ラストです。すずめの天一最終回。はい、それでは本日天一最終回はガールズ&パンサーで実践していこうと思います。よろしくお願いします。今日ですね、パサージュ中松大帝さんバラエティーコーナーが寝台入れ替え並び変更だったので、もしかしたらいいんじゃないかなということでガルパン来ました。はい、再生数は5万回達成しました。いや嬉しいことに言ったんですけど、ただフォロワー数は今5000人ぐらいなので半分しか行ってないです。いやでもまだ28日の生放送があるんで、まだあと1週間ぐらい、諦めてないです、まだ。いや、やめたくないです。再生数はいったからなんとか直談判してやめない方向でいけたいんですけど、はい、いやもう本当そうですね、絶対私のことを今までは見てなかった方々に見てもらう機会ができたので、もうそれだけで割と成功感が勝手にあるんですよ。あ、そうなんですよ。いやもう回避したい、それは絶対回避したい。今日初の発展です。お、ここでこれは行きますね。とりあえずガルパンチャレンジに行くじゃない。はい、サバオだったらいいな。ああ、ガルパンチャレンジ。はい、というわけでガルチャレはウサギさんチームでいきます。ちゃんと決めるよって、ちゃんと決めるよ。泥沼厳しいですね、泥沼1個。まあ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 いやでもやっぱりガルパン楽しい、大好きなんですよ。そうですね、今日が16回目です。印象に残る機種、まあ、あの普段まあ打たない凱旋でまず第1回でフリーズを引いたことはすごいもう忘れられないです、あの回は。あとはやっぱり化け物語とかフリーズ見せ場があった機種は忘れない。お、作戦会議行った。よしよし、いいですね、挙動悪くない。 80% これはチャンスを行きますね。デッドクデッドクデッド。はい、アンコーチームを結成します。よしよし、はい、163ゲーム。わー、来たー、サバオ。これ入ってますね、上っぽくないですか。誰できます、アトビこっちで行きましょう。はい、ラジルで行きます。よし、いいよ。よし、テンションマックス。電車電子パンサー4、カチューシャ撃破。こっからちょっと今テンション下がっちゃってるんで厳しいかな。いや厳しいかもしれない。あと3ゲーム、多分西泉ちゃんは撃破できるけど、ここでテンションマックス。あ、テンション上がってる間は大丈夫だからね。
いけるじゃない。さあジャッジメント男子に、やったー、早い、ようやりました、サバも勝利です。はい、というわけで100、200ゲームぴったりで投手は6本、センシャドウです。スズネのセンサーと始めます。お、ここで、あ、セリーか、モードイートイ、モードとかテーブルイートイですね。あ、赤継続率です。レベル、センシャドウレベルが、まあ、一番低くはないですね、3以上、まあ基本テーブル次第なんで怖いですけど。最初プラウダ、よし、カチューシャやっつけます。まあ、できればストックなりマウスなりいけたらなと思っております。 S 以上ね、カチューシャ強いね。お、勝つんです。そう、これまさに今の企画ですね。さあ作戦です。なんとかやったんじゃない、これはもう。はい、勝利です。残り2体残して連射両撃破です。やったね、 C だったね。はい、というわけで1勝目しました。200ゲームって割と早めの初当たりが引けたんでよかった。今日がなんかちょっと安心。サンダース、ケイちゃんです。いけるんじゃないかい。おお、2体攻撃、よし、すごい作戦引きますよ今日。黙々作戦、よし、あとはやったー。6体残してなんでおそらく A は出るんじゃないかな。よし、来た、 A です。やりました。花の V、 あの眠れる炎が聞きたいから V が欲しい。よし、いや、いいね、黙々作戦です。押せ押せ、アンチョビだけ。お、5体連射両撃破です。これもしかしたら S 以上いけるんじゃない。いいか、痛い、いけるじゃない。よし、来た、やりました、いけるじゃないこれ。よし、うまい、まあ、ストック王以上の何かを引きたいですね。ここでお姉ちゃん、あ、でもサンスキャラもいるんでなんとか。よし、作戦、ドタバタです。ここでどれだけ押せるか。あー、2体、いいよ、1年生頑張ってる、すごくないですか。あれ、これもしかしてマウスあるやつじゃない。いける。これマウス SS あるんじゃないですか。やったー、1体で前線の撃破しました。さあ、ここ
さあ行きます。あれストックも来なかった V 以上が白手ってことですもんね。 S はいやーやりたかったストックも。来てる、眠れる炎がかかってる。やりました刺激波。よし B、 あんまり今日 C 出てないですね。あ、こっから、あ、誰もいなかった。今ですね、7勝してます。次が8セット目です。結構続いてます。ここでお姉ちゃん大丈夫かな。5対7、あと絆広角ついてるから大丈夫大丈夫かな。いやーいやー負けちゃった。はい、8000で610枚の獲得でした。まあ今のところ投資は6本なんで全然プラス益ではあります。この持ち玉でまた全社と当てたいですね。あーダメでしたね。いやー返して、うわー、ここでラスト1ゲームだったのに。ダメだった。アンコーチームを結成します。あーあった、ガルチャレです。まあウサギで行こうかな。当てられてないんで今日はウサギさんチームで行きたいと思います。頼むよ。泥沼2個、泥沼3個、泥沼4個、さあ泥沼4つで練習です。ここはファイルバーでいきますね。はい、いきます、えい。全然ダメ。まああと2回なんでいきますよ。よいしょ、今めっちゃ乳首に当たった、えい。ラスト、あーダメだった。もう乳首を犠牲にしたのに今、あ、来ましたね。あ、今668ゲームあんこ祭り入ってほしい。2個金のやつとかがね来てくれたらいいんですけど、あー散った。ちょっとガルパン天井もそこそこ重いんでここで当てられないと結構厳しいです。投資もかさんじゃう。やってくれるかな。まこちゃんお願い。赤、ようやく長かった。1072ゲームガルパンチャレンジです。じゃあ今回はアヒルさんチームのあのハラハラ感でいきたいと思います。いやーここ仕留めたいよ。もうこの後絶対天井だもんね。いい、いいペース、いいペース。ピンコ食らってしまった。この最後の最後で来る感がムカつくな。ラスト返して、よし、これいける。回避回避、よっ、やった、長かった。1094ゲームようやく成功です。2回目のハザードあり、今回も全体もね、投資が今19本まくりましょう。いや長かった。あーちょっと戦車のレベルはあんまり高くない可能性があります。あ、でもアリクイさんチームもいるんで勝ちましょう。
まあ、19本投資なのでとりあえず1000枚ですね。1000枚目安。うわとりあえずエピソードバトルには行きます。あとには引けない戦いです。大丈夫かな。頼む、お願い勝って。やったー、たった使い、よかった。チャンスアップなかったから心配だったんですけど、なんとかお姉ちゃん撃破です。こっからだね、こっからアンチを来て、アンチを来て、セグロチャンスです。もう勝ちたいです、ここ本当に。いやもう相手まだ5体いますからね。いやここでパーツ革命とか引けちゃったら最高。あるよ。あーないかな。うわー受けて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 、あー160まで終わってしまいました。いやーきついなー今のでな、パーツ革命とかできてたらな。はい、というわけで花の刑事、こちら寝台ですね、移動してまいりました。ガルパンでの投資が21本、新マックスだったらまくれるってことで頑張ります。実は初打ちです。あの刑事は今までのやつは結構打てたんですけど、最近もめっきりスロットだったんで久しぶりですね。パチンコ金に欲しいですね。あー赤レブレブレブ、スケモンかー、かっこいいな。スケモンポンテさんが止まるよ、ほらポンってムカつきませんまあまあまあ赤じゃね。お願い、赤ー、あっしかも受け皿、うそー、止まって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 、あーお願いします。受け皿様、あーやっぱりそうなるのかー。はい、実戦終了しました。本日ですね、投資30本、回収はゼロでございます。最終回優秀の美飾りたかったな。でも本当にここまで16回やってきまして、皆様のおかげで頑張ってこれました。たくさんの差し入れ本当にありがとうございました。私クビなんですかね。ちょっとそれは分かんないです。とりあえず28、22、本当最後の最後に、生放送があるので、そこでなんとか勝利を収めたい。そしてなんとかフォロワー数も増えていることを祈って頑張りたいと思います。それでは皆さん本当にありがとうございました。ラストかもしれませんが行きます。鈴音の天一、またね。お疲れ様です。お疲れ様です。3連敗されましたので今回もご用意させていただきました。はい、今回の罰ゲームはこちらです。何、はい、ですか。ノニジュースです。ノニジュース、ノニジュースって何ですか。こちら
めちゃくちゃ体にいい飲み物となっておりまして、はい、うんうん、じゃ早速、いいですか、やっちゃって、あの、すみません、はい、今回はですね、こちらでお願いします。これは、コスプレですか？バニーちゃんです。着替えてやる。メイドの時にかなり叩かれたんですよ。やだな。きついきつい。きついっすよ。それではうさぎさん、罰ゲームお願いいたします。ちょっと継がせていただきます。はい、ノニジュース。あ、くそ。覚えてる。やばい。マジでゲッしますよ。じゃあ行きましょう。はい。飲みます。よし。センブリ茶っていうお茶なんですけど、出た、罰ゲームのやつじゃないですかそれ。美味しいっつって。美味しくない、超苦い。なんか口の中今カオスなんですよ。臭いし苦いし、なんかもう怒りが湧いてきた。じゃあ最後、怒りの天一バニーお願いします。天一、カメラに向かって、いつもの鈴音の天一。12月1日から始まりました天下一品ですが、3ヶ月間なんとか乗り切ることができました。再生数5万回は無事達成することができましたが、フォロワー数1万人には届きませんでした。これからどうなるかは分かりませんが、ここで一区切りとなります。本当にありがとうございました。